騎士団の仲間たちも今じゃ忙しくて首が回らないんだ。あそこにいるやつずっとニヤニヤしてるけど、なんかいいことでもあったのかな。そこの子たち、この出会いも何かの縁。いい儲け話があるんすよ。ここの商人ってみんな怪しそうだよな。おうおう、そんな風に言われるとショック。俺たちリーウェの商人はこの儲け話でやることは超簡単。君たちに日用品を毎日持ってきてもらいたいんす。最低でも中にはお金が入ってるっすよ。全部黄金屋で鋳造されたモラッス。ちょっと複雑なんすよ。でも商売に協力してくれたらその仕組みを教えてやってもいいっすよ。だからどうすか、やってみない？しようかな。今夜はムーンパイにしようかな。